はい、どうも皆さん、こんにちは、ケトです。というわけでね、やってきました。ボス戦のお時間です。いやー、来ましたね、ボス戦。ということでやっていくわけなんですけど、まあ、今回ね、ボス戦に挑むメンバーをね、紹介したいなと思います。それがね、こちらです。はい。まあ、めっちゃワイバーンがいますね。まあ、こんな感じですね。見た感じ。めっちゃ、あれ、この円の中に入れるのめっちゃ大変だった。ということでね、まあ、やっていきます。で、メンバーが、ブラッドクリスタルワイバーンが11体の、エンバークリスタルワイバーンが8の、ユーティラヌスが1。この編成でやっていきます。というわけでやっていきますか。で、オルスバンのカワウソとオルスバーンですね。というわけで早速、いきますか。ニシロヤー10持っていって、ういしょ。ここ、本当に狭いな。クリスタルワイバーンが比較的多少小さいからまだなんとかなってるっていう感じかな。で、そう。ユーティラヌス、今回俺ね、ユーティラヌスに乗りません。ユーティラヌスはあくまで、この自動勇気モードをやってもらって、で、お前じゃないや。で、食料値、カゴの、カゴじゃねえ、食料値を減らさないためにお肉も入れています。邪魔すぎる。こんな感じで勝手にバフもらってて、俺はこのエンバークリスタルワイバーにね、乗ってやっていきたいなと思います。よし、やっていくぞ。緊張すんな。相変わらず、うるさいね。クリスタルとアルファブラッド、ワイバーンの爪とクリスタルワイバーンの爪、そして免疫、大物、天帝、邪悪、野獣。よし。やっていくか。まあ、多分勝てると思うんですけど、ちょっと待って。ライオットヘルメットをかぶろう。で、あとメディカルブリューとか持って、食料も持って、剥製刀も取った。剥製刀。で、ボスの剥製を取ります。やっていくぞ。ちょっと確認スライ。やる。そしたら、グレイ、後ろにいるブレイズに乗る。よし、行くぞ。まあ、20体全員来て欲しいんだけど、まあ、来てくれるよな。よし。さあ、で、ボスの情報は多少入れてあります。よーし。さあ、緊張すんな。頑張るぞ。よし。ブレイズ。ブレイズどこ？ブレイズ。ブレイズ。ちょっと待って。ブレイズ。ちょっと待って。火球は飛んでる。ブレイズ。ブレイズどこ？ちょっと中立にしよう。もういいや。なんか知らねえ。やつに乗っちゃったけど、もういいや。よし、やっていくぞ。こいつがボス。よし、早速やっていくぞ。あれ？ちょっと待って、ブレスは？ブレス効くよな。あ、効く。効く。ああ。あ、ユーティラヌス。うわ。あ、で、そうだ、今回、おお、トロピカルブレス使うのか。お前3種類のブレス使うタイプか。今回の、あれ、聞いてなくね？いや、聞いてるか？なんか、聞いてる感じしないんだけど。ちなみに今回のあれ、まあ、このクリスタルワイバーのステータスは、だいたい体力が2万3000とか4000の攻撃力が700から1000のやつがいます。よし。で、スタミナも多少振ってます。多分、ブレス吐くとき、使うよな、スタミナ。ちょっと待って。
ブレス聞いてる？ブレス聞かない？もしかして。でもみんなブレス入ってるのに、あれかな、食らってるの多分なんか下の方にいるワイバーンクイーンじゃなくて他のなんかクリスタルワイバーンだと思うんだけど、あれお前まさか聞かないの？ブレスマジ？ちょっと待って、マジ聞かねえのか？てかあれだな、え、聞かねえのか？聞かねえんだったらちょっとユーティラヌスに乗りてんだけど、ユーティラヌスどこ？そこか、やべ、あー、ユーティラヌスに乗って爆風した方がいいな。ちょっと待って、ちょっと一旦みんなこっち来て、よし、よし、あれみんな行け、で俺があれだな、もう自動的にやるんじゃなくてもう俺が普通に補佐に回った方が早い。すげえなこのボスの BGM。 ちょっと今音量わかんないからな、もしかしてこの音量、ボス戦の音量が大きいかもしれませんけど、ちょっとそれはご了承ください。いやすげえな本当にこのワイバーン同士が戦うやつ。はい、みんな大丈夫？なんかみんな疲れてないか？ちょっと待って、しょうがね、俺も戦う、俺も戦いつつ、いやマジちょっと待って、ブレス効かないの？あれブレス効かないんだったらちょっとやばくねえか？俺ブレス効く前提でやってきてるんだけど、ちょマジ、ちょっとみんな頑張ってくれ。ちょっと待って、多少レベル上げるわ。えマジグダルの確定じゃん。ちょお前ら、お前ら何休んでんの？ちょ、何お前らちょっと休憩してんの？あ、スタミナ休憩中かな。みんなスタミナ休憩中か？スタミナ休憩中なら来い。あそこに戦ってる子たちがいるでしょう。積極的に攻撃でいいのかな。目標攻撃、目標攻撃、目標攻撃、これじゃないと俺やり方知らないんだよな。頑張れ、ら、みんなで行け。あ、ひょっとしてみんな疲れてる？え、ちょっと待って、いや全然削れてねえボスの HP。一応なボスってね、なんか体力の 20% あれ減らすと空飛ぶらしいんですけど、まだそこにすらなってないからな。みんな頑張れ、なんか卵産んだけど、そういえばあのこの卵からなんかクリスタルワイバーンが帰るんだっけ？クリスタルワイバーンが帰ってで攻撃してくるんだっけ？例えば上に残り時間とか書いてないな。おし、ついに来たな、上に飛んだな。頑張れみんな、こっから先は俺が立ち入れない。頼む頑張ってくれ。まあまあ食らってるな。目標に攻撃はできねえ。なにみんな優雅に、優雅に飛んでんだ。ちょ頑張れみんな。ちょ何仲良く何仲良くやってんねん。
まあ、一旦みんなあれだ、スタミナ回復しよう。そういえばあれだ、なんかここにいるといいっていうのを聞いたな。でもここはあれティラノじゃないとダメだよな。お、すげえみんな上行ってる。頑張れ、いいぞ、いい感じにダメージ与えている。でもやっぱブレス通らないんだな。ああじゃああれブレスオンにしなければよかったな。噛みつきだけでやってればもうちょっとうまくやれてたな。光景がすごいな。あー上すぎると方向が届かねえな。おし、また巣に戻ったな。そしたらまた、あれだな、俺邪魔だな、ごめんよごめんよ。少し下がってからあれ方向した方がいいわ。ちょっとみんなついてこい、みんな一旦ついてこい、一旦スタミナ休めるぞ。大丈夫か。なんだこの球体ボールは。あ、てか俺のダメージめっちゃ食らってる。なんで騎乗車攻撃が貫通攻撃なのか。あ、いや、よし、みんなあれ OK だな、行くぞ。あーボス戦ブラッドセブンがまずい。ちょっと待って、みんな一旦回復させてあげる。あーもうダメだ、クソ、これだからワイバンはよ。ちょっとあれだな、ちょっとみんな傷ついてきたな、まずいな。あれちょっと俺の采配も悪いわ。ちょっとあれだ、事前にプレスが引かないってやつをね調べておけばよかった。いやーマジか、ブレス引かないんだったらブレス攻撃オンにしなきゃよかった。ああやられた、ボス戦バーン2が噛みつくぐらいならできる。ふぅー、あーもうこれダメだ。勝てなかった、熱い、あーくそ、はあマジか。何が起きた、死んでる、誰にやられた、マンタ、え、でも俺中立にしていたはず、え、なんで死んでんの。3体ボス戦行けてなかったのか。実際は17体で行ってたってことか。うわマジか、この3体では多少変わっ
いやでも無理そうだったな。でかつ俺この AI 特殊攻撃これをねオンにしてたんで、これをオンにすることでワイバーンがねあれ中立の時にブレスを吐いてくれるんですけど、それがアダとなりましたね。うん、よりによってブレイズとかブラッドオレンジとか、俺が名前をちゃんとした名前をつけたやつはあれ普通にいるんかい。マジか。はい、というわけでね、まぁ、ちょっと今回まぁ、ボス戦行ったわけなんですけど負けましたね。うん、あともうちょっとだった。うん、まあ俺のミスですね。クリスタルワイバーンクイーンにはブレスが効かないっていうことを最初に知っていれば、本当はブレスしている最中も噛みつき攻撃してて、しているはずなんで、その分ボスの体力ももうちょっとだったんで、多分倒せてたんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあでもあれ結局ブレス効かないんじゃ結局空打ちだからな。まあ周りの取り巻きのクリスタルワイバーンには効くんだけど、もう結局ねボスへの与えるダメージが重要なんでね、ちょっと失敗しました。うん、ちょっとリサーチ不足です。うん、まあなのでクリスタル、まあでもクリスタルワイバーンで挑まない方がいいですね。やっぱサドルがない、あれ騎乗者ボーナスがあるとはいえそれ乗ってる人限定だからな。結局乗ってないともうサドルがついてない丸裸な状態と一緒だから、もうダメージは通りやすいんで、あれでしたね。うん、でかつね、まあ3体連れていくの忘れるっていう、うん、まあボンミスを犯したんですけど、まああれだ、ちょっと近いうちにちょっとリベンジしたい。うん、本当はまあこのまま、またあれベータもやって、ベータで行く恐竜も決まってるんですけど、ちょっとやっぱガンマ、それ別の島の恐竜をね、使うんで、あれ、まあやっぱボス倒してからじゃないとちょっと転送、まあ他マップから恐竜連れてきたくないんで、まあちょっと近いうちにまあガンマをまた、リベンジしたいなと思います。うん、一つ言えることは、まあ、クリスタルワイバーンで行ってはいけませんという、そういう話かな。まあ行ってはいいけどブレスを設定してはいけないということをね、まあ今回学んだということで、うん、まあこの反省を次に生かしてまた次回ガンマ戦頑張っていきたいなと思います。はい、というわけでね、今回は以上となります。というよりご視聴ありがとうございました。バイバイ。